ジピン浜田道場も。おはようございます。おはようございます。国に、そして大好きです。大好きはね、第1回オシオングランプリで優勝したということでね、大した栄養でもないんですけど、思い出にね、胸にしまって帰っていただければと思いますが、さっき大体聞きましたけども、オープニングで、2人とももうろくでなしということで、もう若い頃バイクでこんなになってるバイク乗ってた、乗り回してたっていう話を聞きましたけども、そうですか。まだそんな今いくつなんですか、二人は。はい、国は20歳。見えねえな、今日来る人みんな。21です。21、若いっすな。若い世代がどんどんと足元を立ててますよ、JP さんは。ほんまにね、もうこれ来てる3人とも3人同じように焼けてますよ。ちょっと待って。私は一切焼いてない。大丈夫ですか。あのクロスの2人でゴールデンウィークは何してたんですか。あ、静岡行ってきました。お、旅行で。ライブ。ライブで。ライブで。お、すげえ。どうやった。暑かったですね。すごい暑かったです。すごい暑かった。野外。野外。なんか蒸し暑そうだね。海近かった。日差しが海近くて、風とかすごい強くて。あ、そう。そのでも海の焼け方っぽいよね、今ね。え、待って、そんな二人と私は同じくらい。いやいや、嘘、冗談ですよ、デビさん。そりゃそうでしょ。どう、キヨちゃん、私同じ色、二人と。白い。白いよね。うん、うちらのホワイトボードぐらい白い。やっぱかん。え、やっぱかん。そうですか、クロスは。うん。あ、そう。あの、普段はクロス二人で、じゃあ、なんかどっか行こうとかってあるんですか。あ、そうなんですか、二人で。最近は…最近はないです。昔は遊んでた。昔はなんかそのグループで。あ、グループで。大学のサークル的なことで。サークルもあるんですけど、それ以外でも仲良しグループで。なんかありますね、そういう何人グループみたいな。その時何すんの、みんなで。飲んだりとりあえず集まって飯食って飲んだりみたいな。あとはボーリングとか。カラオケな。カラオケな。大学生やな。大学生やな。僕ね、おとついやってきた。昨日ダーツ、最近ダーツが流行ってるんですよ、僕の中に。今頃。そう、今頃。今頃流行ってるんですよ、僕の中でね。ダーツやってるじゃないですか。周りみんな大学生。当たり前。最近じゃ大変な、ガチャガチャ並んでちっちゃい子にたむれるか、大学生にたむれて。あれやな、用事帰りしていってんな。最近何して遊んでるやろな。何してるんですか、みんな。なあ、お前さ、だから若い子に聞いても飲んだりとかって言うやん。特に遊び方ってないんだね。なんか、何それっていう遊びを誰か発見してほしいね。してほしい。狩りとかね。え、しかも借りてますよ。えってなるやん。なるな。弓矢でっつって。しかも弓矢で。それちょっと生かしてってなるけども、まあまあまあ、でも大学の時はみんなやっぱボーリングとかですよ。そうか。でも私の九州の大元の実家は、狩りのための猟犬。猟犬がプレハブに10匹ぐらいいて、すぐ裏が山なんで、こう離したらみんなワン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 っつって野生みたいな犬たちが山に行って、犬が見つけると鹿とかイノシシとかをパンってやって、それを家帰ってさばいてっていう実家です。すごいね。あ、イノシシの肉送ってくるって言うてたらほんまないよ。うん、ほんまで、おじちゃん漁師や。でも、大学生の趣味やったら大丈夫ですね。ならないね。学校サボってイノシシ打とうぜって言ったら絶対そっち行くな。授業なんかよりな。授業なんかよりいろんなことを学べると思う。何ちょっと青春っぽい。命の大切さ。花田道場です。JP.JP は見たことありますか。僕ちょっとあります。ちょっとありますか。このコーナーはですね、歌詞がありまして、そこにメロディーをつけて、歌って、三河健一のものまねで歌っていただくというそういうコーナーです。さあ、今日はですね川越市のピザッコさん、はい、JP さんのゲストさんもこんばんは。こんばんは。私はサラミが好きなんですが、白い部分だけが嫌いです。
あ、油ね。そうそうそう、ピザで輪切りになって乗っかってるのも白い部分だけ抜いて食べます。難しいことする。でも赤い部分だけが好きなんです。ということで、このピザ子さんが、作ってくれた曲、でございます。はい、ドレミサラミ、ピザの上の舞踏会、輪切りになってるサラミだけど、どうしよう、白い部分が嫌い、サラミファソラシド、だったらサラミの乗ってるピザをどちらそうサラミと頼まなきゃいいのに、フォーみたいと最後出しました。ラジオ大集団、サラミファソラシドってどれみサラミ、どちらそうサラミド。あのクロスのやってるこのジャンルというのはどんなんですか。まだ聞いてないんで。アランドリー、うん、あー、じゃあ割と渋めの。そうです、ね、2人でこうハモる感じですか。ハモってる。あー、そう、それはこれをじゃあドレミサラミが、ドレミサラミでは多分作曲ではハモれないと思う。作曲ではハモれないと思う。プロデューサー的に見ると、じゃあいろんなものが乗っかってるピザをイメージしてね。はい、ぜひ歌っていただければと思いますが、うん、じゃ あどうしますか。いつもこれ前後半で分けたりするんですけども、どうする、一行ずついく、一行ずつ、じゃあ行きましょう、JP アンドクロスでドレミサラミ、123な、はいはいはい、アルビナ。どんなんや、ピザの上の舞踏会、輪切りになってるサラミ、だけどどうしよう白い部分が嫌い、サラミファソラシド、だったらサラミの乗ってるピザをよしらすサラミド、頼まなきゃいいのに、ほうみたい。イエーイ、すごい、意外になりましたね。あらのみんなりましたね。どうなんですかね、国民さんがいっぱいピザ送ってる映画を撮りました。マ